い、今回はですね、7階と8階に出るという幻の盾をですね、探しに行きたいと思います。笹江の盾っていう盾が出るらしいんですけど、まあ当然一度も見たことないので、あるかどうかも含めて探しに行きたいと思います。7階と8階ですので、とりあえず8階の方にワープしてみます。で、宝箱出す敵がいればいいんですけど、非常にね、ここね、すぐね、真っ暗になるらしくて、で、敵も出にくいという噂なんで、ここかな。ほんとだ、全然いない。うわ、いない。非常にね、難しい回らしいんですけど、なんかね、ここどうだ、いないっすね。いない。これは難しいな。どこにいるんでしょうか。それも探しつつ。いました。マスターシーフ。とりあえず戦ってみます。うわぁ、宝箱が出ない。システム、これはかなり難しくないですか。ちょこちょこ行きますよ。扉があるところを目指して。どうだ、アーチメイチ、やばい。あ、出ましたね。よかった。の弓矢すぐ鑑定できるように司祭もついてきてるんでとりあえず盾が出たら騒ぎたいと思います気づいていない。どうしたらいいかな。レベル8プリーストがくせ者ですかね。気づいていないってことはチャンスだな。 OK、ますかね。よっしゃ。おっと、怪しいっすね。盾が出ない。本当に出んのか。よっしゃ、あ、ここ出ますね。覚えておきます。マニホン取っときますか。いや、もったいないか。カルフォに取っときます。OK。だいぶ強くなりましたからね。さすがに怖くないですよね。あ、出ないっすね。ほんとだ、出にくいな、宝箱。ここでこの辺は一周したことになるのか。したらこっちか。ここもありそう。参った、参った。やばい。ゲームハウンドは麻痺だけでしたね。うわ、出ないし。うわ、これはきつい。宝箱自体が出にくいんですね。うわ、8回初めてですからね。ちょっと面白いです。ちょっと時間はかかりそうだな、これ。うわ、出ない。マジで？ここを上に行ってもいける。これがラストかな。わあ、いない。これ大変。で、ここから出て、あ、出れない。いや、違うな。これの、ここか。して、結構難しいな。この先は何もなしか。な、ない。から戻りますか。この上もなかったかな。ここ行けた。これは怖い。いやー、出て。どうだ、ここ小部屋あるっぽいな。わー、出ない。
出ない出ない。トロール。爆弾。怖いけど行くしかない。うわ、出ないっすね。ワープゾーンもたくさんあるって聞いてるんで、ここはちょっとここまでにしときますか。ミットとトロール、うん、出ませんな。そしたら一通り回ったら一回ちょっとね、冒険をね中断したいと思います。そして、冒険を再開で、メンバーを選んで編成します。こんな感じですかね。 OK、 ホテル出る、やってみますか。うわ、怖、びっくりした。あ、出てる。爆弾でしょ。剣いらないな。出まへんね。あ、この感じでいけばなんとかなりそう。どこだ。これでこっちはダークゾーン、ダークゾーンを右に、これはいいですね。そして突き当たりと、上かな。さあ来い。こっちいなかった。いた。これはちょっと厳しい。まずい。そっか、中断したから夏マピックがなくなってますね。うわ、びっくりした。よし、倒した。出ました。鎧、微妙に出ませんね。外れでもいいから立てこないかな。盛り上がらない。まだ持てますよね。で、ここも行き止まりが上行ける。チャンス、これ行っときましょう。さっさっさ、本当に出るのか。罠を外せなかった。盾、あ、出ました。初盾です。8回で初盾出ました。早速行きましょう。他のキャラのやつもちょっと合わせてやっちゃいますね。さあさあさあ、初盾、初盾です。この作業を何回繰り返すんでしょうか。識別します。まだ普通の盾だ。やっぱ出ねえんじゃねえのこれ。捨てます。ひどい。はい、最初は普通の盾でした。うわ、これ本当に出るの。いやー、怖っ。こっちか。で、ここもいたな。アスタシーフ。OK。あ、出ないやん。ひどい。下かな。出ない。これは関係なさそう。うわ、なんで？出てよ。わー、出ない。あ、戻ってきました。厳しい。これを今度左、左。気づいていない。フリースト。 OK。 バーディー食らった。やばい、危ない。出ないし。うわー、
マジかこれ。これは怖い。戦って立ち去りましょう。戦っていきましょう。兜、鎧、ああそっか、3つ目の盾ってことか。貴重ですもんね。で暗闇が来て、左かな、ここが隠しっぽい。エッサーデモンレベル8忍者、カキノで補助、よしよし、危なかった。しかも出ないし、出ないね。これでこの辺は出ないのな。ここで最初の位置ですね。そしたらここで一旦また中断したいと思います。斜め位置、 OKOK。 うわーやばい、うわーやばいって、遅いよ、すんげえ食らった。いや、参ったな。一応保険でかけときます。カキのよりモンテナが埋まったか。ミジブラスター剣、兜、盾、あー来ないな。本当に出んのかな。普通の盾だったもんな、さっき。普通の盾って何よ、八冠でしょ。ちょっとありえなくない、こういって止まりだよね。現在地見失いそうになるな。OK、 これで違うか、こういってこっちか。で真っ暗、こう上に出してた、真っ暗、左の右、さあ出ろ。小部屋にいた、やりますか。うわ、いや怖い、ちょっと怖い。よし、あ、出ましたよ、ハニバル盾。さあ支えの盾というものが出るんでしょうか。いや怖いな、緊張する。普通の盾かい、またいきます。盾だよ、やっぱ出ないよ。やってひどいもんな、他のも。本当に出んの？全然わかんないよ。まずい。あ、びっくりした。爆弾、行くしかない。ローブ、鎧、そういうことか。で、行き止まりか。この先はワープゾーンですね。はい、じゃあ中断します。再開します。再現性で、で、ラツモフィスも忘れないと。違うか、ラツマビックか。よっしゃ、行きます。あー、死でる、やめてよ。あー、メジャー大名か、いい敵だな。また爆弾。さて出ました、すぐ調べます。どうだ、盾だ。なぜ一発
ではダメか。これは怪しいな。普通の敵っぽい。あ、出た。剣。一個だけ出るやつはダメだな。来い。ハイプリースト。まあ、すんなりいきますか。どうだ。よしでした。さあ、じっくりいきますか。ガス爆弾か。よし、いきますよ。すごい緊張する。外せない、外せない。お、ちょっと待ってください。盾2つ出ましたね。今2つ出ましたよ。剣か、あれ勘違いしたかな。盾ですよね。あ、やっぱそうだ。これはちょっと期待大。いけんじゃないですか、これ。いきますよ。鉄の盾か。しまった。あ、出た！あ、ありましたよ、支えの盾。やっぱ3つ目の盾で出ましたね。すげえ。出たよ。いやー、すごい。というわけで、盾ありました。いやー、すごいなー。え、誰が装備できますかね。じゃあ、戦士に。まあ、悪の盾よりは弱いですよね。今、8です。支えの盾、悪の兜、銀の盾。あ、悪の盾と同じぐらい。なかなか使えるんじゃないですかね。これ優秀じゃん。いいなぁ。そしたら。はい。というわけで、支えの盾の検証でした。出ました。よかった。